僕が12回、はい、ゆうきさんが13回ということで、はい、ゆうきさんの勝利。やったー、すげえ。ゲーマーの血がすごすぎる。すごいね、まあ、細かく稼ぐっていうのが大事だなと思ったんですよ。いやということで、ゆうきさん勝利ということで、はい、罰ゲームを1回に罰ゲーム、どうしようかな。さっきのゲームなんで罰ゲームなかったの確かにどうしようかな。まあね、やっぱね、キュンキュンさせてほしいと思うんで、逆バレンタインってことで、回からカメラに向かって相手に、見てる相手に告白してもらおうかな。なんだこいつ、逆バレンタインだよ。どっち、こっち、逆バレンタインで、もうキュンとする一言お願いしますね。愛の告白、さあ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 、考えております。はい、設定どうします？設定放課後。お、いいですね、放課後。学校ですかね。学校ですね、はい。屋上ですか。いや、誰もいない教室で。誰もいない教室じゃあ、それでは誰もいない教室でお願いします。はい、ごめんね、読み出しちゃって。バレンタインさ、俺は君からチョコもらえないかもしれないけど、チョコよりも君の気持ちが欲しいから俺と付き合ってください。最後なんで出れたの？かっこよかったよね、今途中まで。これいらないよ、これ。やっぱユーモア恥ずかしいだけなんですけど。いいね、いいと思う、ね、逆バレンタインいいと思いません？じゃあ僕がさっき勝ったんで、ゆうきさん逆バレンタイン。いい、それはいい、それはいい、それは。誰も求めてない、誰も求めてない。求めてるよ、需要しかない。本当に言ってる？だから僕さっき勝ったから、今俺がやった後だから、まあハードが上がってる。一人やってるからね、内容がどうであれ。僕体育館裏じゃなくて体育館の倉庫で体育館倉庫で、あのボールとかしまってあるとこね、マットとかいろいろあるとこ、あ、飛び箱とかね、はい。じゃあゆうきさんの逆バレンタイン告白まで3、2。ごめんね、なんかこの後に呼び出しちゃってあ、バスケットボールあるね。ポンポン。俺の気持ちはこんなもんじゃねえぞと。今から俺と一緒にマット運動しない？この空気どうします？さあ、まだ、まだ今倉庫の中、まだ、そうそう、まあ、もうそう。じゃあとりあえずマット出そっかで出してます。お、バク転教えてます。狭くねおお、バク転できるようになったね。じゃあ次はこのシュート決めたら俺と付き合ってくれる？倉庫だってねなんで倉庫でシュート決めるんだよいくで。さあ、ゴールが見えなかったらねえこういうの苦手なんだっていつもなんか頑張ってカッコつけてやってっけど、こういうの一番苦手なんです。ねえ、ねえじゃない、ね、僕に振ったんですか、はい、いや、まあでもよかったんじゃないですか。面白かったですね、はい、というわけで以上、超特急のチョイプレでした。